はい。皆さん、こんにちは。ワナルグルビジです。では、今回は、アーズ・オブ・アイアン4現代モッド、米中新冷戦、続きをやっていきたいと思います。少しね、時間が空いてしまったんですが、米中新冷戦からですね、米中武力衝突という事態になっていて、中国、かなり苦しいですね。まず、海軍からね、おさらいしておきたいと思います。米軍に次ぐ規模を誇っていた中国海軍なんですが、すでに艦隊は2個艦隊にまですり減らされていてですね、まず第一艦隊ですね、こちらの方が、まあ、ミサイル駆逐艦、あとは潜水艦中心の艦隊です。さらに、一応揚陸艦という形でね、まあ、強襲揚陸ベースで、ヘリ、戦闘機、搭載できる揚陸艦を3隻持っている第一艦隊、そして第二艦隊がですね、こちらの、まあ、空母1隻入っている艦隊になっています。もともとはね、空母ももう少し持ってたんですけども、アメリカ海軍の前になすすべなく、ご覧のような有様になっているという状況です。で、唯一残ったこの空母なんですけど、この虎の子の空母を使って特攻を行うぐらいであれば、しばらくは防戦に防戦を重ね耐える、ちょっとそういう選択肢をね、取っていこうかなというふうに思っています。よって、残された2個艦隊は港の中で待機、来たるべき反攻のその時まで海軍はね、しばらく寝ててもらいたいと思います。では、どこで反撃をするかというところなんですが、まず陸軍に関してはですね、海岸、この防衛、中国非常に領土広くて、特に海岸線からですね、アメリカ軍に上陸されるとかなり厳しいと思うので、海岸にね、師団をご覧のように重点配置してあります。ここでまずは食い止める。で、最前線は海南島。この海南島におそらく最初に上陸してくるんじゃないかなと思うので、この海南島を最前線にし、すべての海岸を封鎖するということでね、対応していきたいと思います。で、重点的に増強していくのが空軍。空軍で沿岸に近づいてくるアメリカ海軍をね、打ち減らしつつ、反攻のその時を待ちたいというふうに思っています。では、時間を進めていきます。まあ、この米中新冷戦で何度かね、リハーサルとかもしたんですけど、ここまで来てしまうと、すぐに一発逆転というのはなかなか難しいですね。まあ、実際にね、アメリカと中国今ドンパチ寸前まで来てますけど、どうなんでしょうね。まあ、あくまでもね、ここから先はゲームの中での話、かつ、個人的な意見ということに、させていただきたいと思うんですけど、習近平さんをね、日本に極貧待遇で迎えようじゃないかという話もね、出ていましたよね。あれがこの先どうなるのかですよね。コロナウイルスの蔓延によって、まあ、一旦中断って言った方がいいのかな、立ち消えっていうよりかはペンディング中断ですよね、なっていたと思うんですけど、その後ね、この極貧待遇での来日するのかしないのか、これもね、ちょっと注目しているんですけど、実際のところどうなんでしょうね。まあ、あくまでも個人的にではありますけど、まあ、国賓待遇でね、迎えるのが本当に今望ましいのか、まあ、香港に対してね、一国二制度を揺るがしかねない法案の成立とかも、まあ、強行してますしね、まあ、一旦見送るというか、ペンディングという名のもとに、ずっとしないっていうのがね、一番、玉虫色の外交という意味ではいいのかなとは思うんですけど、またね、韓国の方も最近お忙しいようですし、 WTO への提訴を再開したっていうね、ニュースにもなってますよね。日本製鉄でしたっけ、ちょっとさらっとしか見てないので情勢あまり詳しくないんですけど、資産をね、現金化する動きが出てるようですけど、現金化してしまったらもうその資産のね、流動的価値がなくなってしまうので、まあ、決定的な決裂になりかねないですよね。まあ、その道を歩むのかどうかと
いうことだと思うんですけど。さあ、では一旦ですね、こちらの状況をもう一度整理しておきたいと思います。特に、国家方針、入れておきます。まず国家方針なんですけど、ソ連と一緒になるっていう選択肢をちょっと模索したいなぁとは思ってるんですよね。目指すべきはここ。NATO のライバルとしての同盟なんですけど、もうすでに戦時に突入してしまっているので、この選択肢が事実上ないですよね。まあこれがない以上、まあどうするのかというところになってくるんですけど、少なくとも中国一国でアメリカとこのまま戦争を続けていても打開策は何もない、封じ込められるだけなんで、ちょっとね、国家方針でどうこう対応するっていうのは難しい状況になってます。なのでそうなってくると、まあアメリカと中国が戦争を始めている中で、全く別の戦争をロシアとアメリカで始めてもらう。で、それを主導するのは残念ながらもう難しい状態になっているので、もう祈りを捧げるしかないですね。なんとか、ロシアとアメリカ、開戦してくれっていうね。まあそういうちょっと思惑しかないので、国家方針はちょっと無難に選択していきましょう。はい。国家方針なんですけども、慎重に検討を重ねた結果、有益なものが何もありませんでした。よって、航空機生産のね、ボーナスを得るものを、とりあえず入れておきます。流れの中でよりいいものがあれば、それを左右していきましょう。で、政治力を使ってロシアに対しては、この先、まあ、できればね、我々の味方をしてもらいたい。まあ、少なくても、義勇軍みたいな、義勇軍みたいな位置づけで、軍を送ってはくれてますので、関係の改善をね、継続して行っておきます。で、他の超大国、インド、このあたりとも継続的な関係の改善は行っておきます。まあ、とにかく、味方を増やしていくという運用ですね。ベトナム、とりあえず国境が陸で接しているところに関してはね、入れておきましょう。あとはラオスとかかな。タイもね、本当にしばらく行けてないからな。まあコロナウイルス収束はね、ちょっと一時緊急事態宣言が解除される直前ぐらいまではだいぶいい感じで減ってましたけど、ここ最近はまただいぶ増えてますからね。プロ野球の開幕も心配だし、何よりも旅行関係が壊滅ですよね。まあ、本来だったら僕も5月、7月とタイに遊びに行く予定だったんですけど、もうそれは全て流れましたね。まあ、残念ですけど、まあ、こればっかりは仕方がないかなと思ってます。まあ、旅行会社とか、まあ、観光業界って言った方がいいのかな、すごく大変そうですしね、飲食とか。外食産業系は。まあ、幸い、僕の勤めているところは、まあ、一応もうボーナスは、夏3ヶ月、冬3ヶ月が、固定支給。で、大体1ヶ月分ぐらいがインセンティブで乗っかってきて、まあ、通常だと、夏4ヶ月、冬4ヶ月ぐらいで出るんですけど、分っていう意味ですね。今回はね、多分インセンティブの分は多分出ないんじゃないかなと思いますね。だからもう3ヶ月分だけ。とはいえ、3ヶ月分でもね、まあもらえるだけありがたいというか、もらえないところが、まあ出てくる、あるいはすごく減らされる、ところが出てくる中ではまだ恵まれてる方なのかなと思うんですけど、まあ、それもね、この先、こんな状況が続けば、そういう状況にも、甘んじてられないっていうことになりかねないのでね、できるだけ早く収束してほしいなというふうには思いますね。あと僕は在宅勤務で、奥さんはね、
医療関係なんで、毎日出勤してるんですけど、在宅勤務できる人はもう、当面の間、その1ヶ月2ヶ月とかではなくて、半恒久的に在宅勤務を認めてあげた方がいいかなって思ってます。話を聞くと、どうしても出社しなきゃいけない人、まあ、この場合だと、奥さんに当たるわけなんですけど、からすると、電車とか街中が混んでると、それだけ感染のリスクが高まると。どうしても出社しなきゃいけない人たち、まあ、インフラを支えたりする人たちが、そこで感染してしまうリスクを増大させるのは、まあ、良くないよね、と。まあ、確かにそうだと思うんですよね。リモートワーク、在宅ワーク、テレワークの環境が整っていて、それが十分にできる人たちは、そうするべきだし、そういう環境になかったり、インフラとか医療関係とか、もろもろで、出社しなきゃいけないっていう人たちも一定数いるだろうし、お店のね、人たちとかも出勤しないと当然販売できなかったりすると思うので、そういった人たちは、当然、出勤して通常の生活してもらう店を、まあ、僕みたいにリモートワーク、テレワーク、在宅ワークが全く問題なくできる人たちは、もうそれを行う。で、どうしてもオフィスに行かなきゃいけない用事ってあるとは思うんですよ。そういう時だけ行くっていう形にすればいいのかなと思うんですよね。そしたら1週間とか2週間に1回ぐらい会社オフィスに行くっていうやり方ができればいいんじゃないかなっていうのは建前で、僕としてはですね、朝の8時に奥さんが家を出ていくので、8時から9時までの1時間にまずゲームができますと。12時から13時までの1時間ゲームができます。で、就業後、まあ、5時半までなんですけど、僕の会社の定時は。就業後、奥さんが帰ってくるまでの間、ゲームができますとかね。まあ、ゲームがとにかくやりやすい環境になるんで、そういう意味でも在宅勤務してほしいな、継続したいな。今のところ僕のところは在宅勤務いつまでっていう期限はまだ出てないですね。まあ、この状況だと当面の間は在宅勤務するのかなとは思ってるんですけどね。まあ、ただね、人によっては、家にデスクがそもそもないですとか、まあ、そういう人もね、当然いるとは思うので、まあ、あくまでも個人的な意見ではあります。では、ロシアあたりに再び関係改善を送っておきましょう。参戦してくれないかな。参戦してくれることが、一番の助けになりますからね、我々にとって。まあ、確かに、海軍では敗れたものの、陸軍っていう意味で、まだまだ中国、ほぼノーダメージに当たってるんで、アメリカもおいそれとは攻めてこないはず。なんで、このままちょっと耐えたいですね。で、ロシアが参戦してくれるのをひたすら待つ。では、ちょっとこのまま時間を進めていきます。中華民国、つまり台湾がですね、アメリカ側として我々に宣戦を布告してきましたね。これをどう対処していくかだな。まあ、今まで台湾はね、戦争には参加してこなかったわけなんですが、ここに来て台湾が敵になりましたね。で、上陸をかけてきているその台湾がやってくれるな。イランの師団を配置してるところにちょうど上陸してくるな。これ、ここだけだと少し心配があるので、確認をして、増援を出しましょう。空いている人たちをね、ちょっと呼んできた方がいいかなと思いますので。ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマー、このあたりに関しては、まあ、直近で戦闘になることもないと思いますので、急いで、防衛戦を展開していきましょう。軍を動かします。台湾の参戦により、一気に危うくなってきてるからな。
これは台湾が師団を、10師団ですね。11師団送り込んできてますね。しかも押されてる。一度上陸されたら危ないからね、ここは。ちょっと待ってね。ピンポイントで、ここに寄せた方がいいな。防衛する場所なんですが、港があるところに、もう限定しましょう。港がないところは一旦捨てる。まあ、捨てるというか、すぐに迎撃できるので、港があるところに絞ります。急いで展開してもらいましょう。強襲上陸を防がないといけないからね。アメリカ軍の艦隊が来てるな。上陸を許した。マジか。ちょっと待ってね。時間を止めて確実に敵を仕留めていかないといけない。空いている部隊がないからな。部隊の確認しまーす。台湾の参戦がこんなに情勢を一変させるとは思わなかったな。ちょっと認識が甘かったですね。じゃあさらに軍を動員していきます。まあ、こういう状況になった以上は、担当域を、まあ変えてでも、確実に数を減らしておかないと。大変なことになりますからね。さて、駆逐がうまくいってますね。あとは、金門島だな。台湾の金門島が今となってはもう邪魔だからね。この金門島を台湾から、奪い取っておきたいですよね。アメリカ軍の陸戦隊。これは、破壊できそうな勢いです。問題は金門島をどうやって奪取するかだな。この金門島ある限り、いつでもここから簡単に上陸されてしまうので、金門島で、なんとか、確保しておきたいかな。このまま、上陸してきた、アメリカ軍の撃退はなりそうですね。では、このまま時間を進めていきます。はい。金門島をまず、取りましたね。まあ、小さな前進ではあるものの、台湾の金門島を取ったことによって、少し状況が改善できそうです。あとはアメリカ軍がね、港、コートを取られているので、ここを取り返さないことには話にならないんだよな。どうやって取り返すかですね。まあ、アメリカ軍の補給も士気も十分っていう状況で、中国軍入れ替えるというのも手だよな。今のところ元気な人たちをちょっと入れ替えましょうか。とにかく港を取らないと話にならないですからね。ここでね、使える海軍があれば海上封鎖してしまうという手もあるんですけどね。海軍がないからな。こんな状況の中、韓国は我々に投資の申し入れをしてくれる。これはアメリカからの累犯を完全に行おうかという、そういう所業ですよね。ここ本当に落とせないな。戦線が伸びきったところで、先にこの江東の港を、軍港を取ってから、アメリカ軍を迎撃した方が、まあ結果論ですけど良かったかもしれませんね。まあでもそんな怖いことなかなかできないですけど。まあ、ここは消耗戦で、なんとか勝つしかないかな。
ちょっと待ってくれ。こっちからもアメリカ軍がどんどこ上陸してきてるじゃないか。アラート鳴った？アラート鳴った直後の確認だと特に問題なかったんだけどな。いやーしんどいね。第6軍だけだと対応しきれてないもんな。ここは香港周り固めている第5軍も投入しましょう。こういう付け焼き場的な対応がどんどん事態を悪化させることになるとは思うんですけどね。ちょっと今手持ちの軍がないので第5軍を引き抜いてアメリカ軍の迎撃に向かわします。アメリカ軍もここまで陸軍を送ってくるとは思わなかったな。ただここで勝てればしばらく進行をなくすことができそうなぐらい、陸軍優位っていう状況が作り出せるかなと思いますので、今2つの場所で戦闘中ですね。いや、この江東地区は本当にもうアメリカ軍の拠点となりつつありますね。はい、ではマップの上側に関してはね、一旦敵をアメリカ軍を撃退しましたが、江東地区がもうアメリカ軍の拠点となっていて、ここの奪還がね、時間が経つにつれ難しくなってきている状況ではありますが、このままここにアメリカ軍を置いておくわけにもいかないので、波状攻撃をかけてなんとかここを死守していきたいと思います。で、一方で海軍戦力がねちょっと使えないので、海軍がいればね港というか、まあ海上を封鎖するっていう手もあるんですけどね。はい、ではちょっと今回ねおしゃべりもだいぶしてしまいましたが、台湾が戦争に参戦ということでね、状況不利になりつつあります。なんとかロシアを引きずり込みたいっていうね、大きな戦略にのっとってプレイの方は続けていきたいと思います。ではまた次回、続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。